ございます。OK です。今回はですね、皆さん、ちょっとね、やっていきたいことがありまして、一旦ちょっとさ、やりたいことっていうか、みんなに見せたいものがあって、ちょっといい？カスタマイズのとこ行くんだけど、あ、違うわ。この、武器屋とか行くじゃん。そうするとね、俺ね、やばいことに気がついて、はい、いらっしゃいやし、って君、オフラインでじゃないですか。ロビーでインターネットにつなげちゃちゃちゃみたいなこと言われるんですよ。残高不足でこれめっちゃ言われちゃうんですよ。なんで今プレイペイドンとかね、ないんで、ないんですよ。なんで俺普通にガチマッチすらもいけないし、サーモンランもいけないし、武器すら買えないっていう状況だから、今回ね、ヒーローモードやっていきたいと思います。今後ね、明日ぐらいかな、あれが始まるんですけど、フェスが、まあ、その辺もね、楽しんでいきたいんですけど、動画にしてね。なんだけど、今回は、ヒーローモードやっていこうかな。まあ、これもね、いずれやりたいなと思ってたから、じゃあ、おっさんのとこ行きましょうか。おっさんがですね、ちょっと、どうにかして踏みつけられないかな。はい！はっ！あっ！逃げられた。まあ、とりあえず、このなんか潜ってったら、おお！ほら、ちなみに初めて入りますよ、今回。いや、これちょっと楽しみにしてたからさ、みんなやってんのかな？ヒカキンさんとかやってたよね、確か。サムネしか見てないけど、俺。はい。エッフェル塔？エッフェル塔？なんか逆さま向いてない？あ、何？おっちゃんと、何？おっちゃんとタイマー張るの？何？あー、何これ？ケボールみたいになった。何あれ？た、たたた、た、どうした？タコが来よる、タコが来よる。は、誰？おう、鳥見ですってすまんかった。これ、前回もおっちゃんいたんだけど、名前忘れたな。なんだっけ？わしはニュー、カラストンビ部長の相談役をしておる当たり、あ、そうだ、当たり目だったわ。当たり目、俺がさ、コンビニでよく食うやつだ。いい目をしておる。お主のような若者を待っていたんじゃ。バンカラ町のエネルギー源、オーデンチナマズが消えた事件を知っておるか。あ、ちょうどチラシね。ちょうどいいところにチラシ。もう誰かが仕組んだんじゃないかってぐらいのチラシが降ってきましたね。あれはタコ軍団、オクタリアンの仕業じゃと、わしらは睨んでおる。過去2回、オーデンチナマズ失踪しておるが、どちらも原因は、オクタリアンじゃったのでな。わしはもうニューカラストンビ部隊を引退したが、気になってキャツラを、見張っておったわけじゃ。キャツラって何？カツラみたいなこと言わないで。あ、だからキャツラっていうのはカツラがないから出てきたんだ、キャツラっていう言葉が。なるほどね、理解しました。頼む、わしに協力してくれんか。キャツラからオーデンチナマズを取り返すんじゃ。何も言わない。何も言わない。黙っておるっちゅうことはイエスっちゅうことだな。俺はもうイエスマンしか言えないもんね。なんか主人公喋ってるの俺見たことないから、もうイエスマンだもんね、勝手に。よし、今日からお主はニューカラストミ部長、隊員3号に任命する。お、3号なんだ。1号2号はまた違うんだね。キャツラの、おー、かっこいい、かっこいい銃持ってる。なんか服装もなかなかかっこいいじゃん。キャツラのインクに対抗できるよう特製のヒーロー装備をくれてやろう。おーおー、あ、これいいな。このイカちゃん、これちょっと待って、ねえ、これさ、これちょっとサムネにしていい？めっちゃいいよね、これこのシーン、かわいい、めっちゃかわいい、俺のキャラクターが。ちょっとゆったりしておるが、まあ問題ないだろう。3号の、あ、前の3号のお下がりね。なるほどね。ほんじゃあレッツゴー。お下がりでも別に。びっくりした。綾瀬さんだ。あ、綾瀬さん、俺の前回、前々回つけた綾瀬さんがめっちゃ暴走してる。こんなに、こんなに綾瀬さん激しかったっけね。ぬ、さっきから気に入っておった。じゃあこの子じゃけはお主の相棒か。やる気満々じゃな。めちゃ、俺よりやる気満々だもん。ねえ。走り回ってるもんね。大丈夫？お腹。お腹なくなってそうだけど、そんなに走り回ったら。じゃあ改めてレッツゴー、一回よろしく。さあ。さあ、やっていきましょうか。綾瀬さんがあっち言いましたけど。一旦さ、なんか、ちょっと待って。待って。なんか、この武器めっちゃ飛び散らない？なんか、上方向とか行くんだけど、これ。すごい飛び散るな、この武器。まあ、とりあえず、綾瀬さん撃ってみますか。ああ、ガード、俺には見えないガード貼ってるんですね、綾瀬さんは。とりあえず、当たり目隊長に話しかけんのかな。インク打ってもこじ開けられる。何？何？
ね、嘘でしょうね。どういうことなの。そこやられたんだけど俺ね。これえ、これ当たっちゃダメってこと。え、知らないんだけど、そんないきなりそういうことしてくる。え、ケバインクには触らない方がいい。触ったらボンじゃ。もうさっきやられたから。さっきやられたの見たでしょ、あなた。横にいたの分かってたじゃん、俺が。何？サンゴ、道を塞いでおるケバインクが見えるのか。おそらく丸っこいのがコア。ああ、心臓みたいなもんね。あのコアが、ケバインクを、支えておると見たが、やつにはインクが効かんようでな。ああ、確かに効かなかったわ。ひとまず無視して、タコどもの基地を探す。ああ、今のところ倒せないって感じかな。ZR で？ん？ああ、これ、あ、視界が見えるんだ。なるほどね、これで。これでいろんなとこ覗けるわけね。やっぱエッフェル塔だよな、あれ。エッフェル塔、逆さまに突き刺さってるもんな。まあ、ひとまず、お、あやさんね。これが気になるんだよな。蓋を打ってこじ開ける。ああ、ここでナンバーワンがスタートするわけですね。で、この辺とかも、一応できはするんだけど。ああ、でも、あれだね。クエストクリアしたらこっちに行けるようになるのかな。なんかそういう感じっぽいよね。なんか無理やりで行けないかな、俺。無理やり行けない？これ。なんかさ、頑張ったらいけそうな気しない？みんな。ちょっとやってみるよ。え、これ、下とかもあるしさ、ワンチャンいけんじゃないかなって俺思うんだけど。行くよ。はい。あー、何？さあ行きましょうか。衝撃クレーターの基地にタコは存在したって行きたいと思います。なんかボスっぽい？いや、いきなりはボスは来ないか、さすがに。はい、前回もこんな感じで夜間の中入っていく感じだったからね。さあちょっと楽しみだ。今作結構難しいって聞いたから俺。大丈夫かな？クリアできる？おー、かっこいい。よし、タンコは張り切っていくぞ。いいね。張り切っていこうか、俺も。俺も張り切っていこうか。とりあえず風船とか割ってったらいいもんね。さあ、一旦この辺とか登りまして。あー、もう、なにこれ？え、技なにこれ？え、なに？周囲を見渡して ZR で。はい。あー、もう大体ね、わかりますよ、この辺の操作は。基本操作はね、もうなんとなくわかるんで、おじさん何も言わなくていいよ。もう黙っといていいよ、おじさん。おじさんを何もあの言わなくても俺全然わかるから。とりあえず、こちらを割っていきます。すごい飛び散らない。みんなも見てて思わない。スプラトゥーンわかんない人でもこれめちゃめちゃインク飛び散ってるのわかんない、これ。すごいよね、これ。インクの飛び散り具合が半端ないっていうね。まあ、逆にいいのかな。雑魚とかいっぱいさ、来た時に、ザコって言って大丈夫かな。まあ、弱い敵がいっぱい来た時に、こうやってね、こう、なんていうの、巻き散ることによって、いろんな方向にいる敵をね、倒すっていう。おわ、なにこれ楽しそう。ああ俺が叩く前に終わっちゃった。とりあえず、この辺とかも。おー、すごい。こんな感じで爆発していくんだね。んで、あ、このでかい、あ、違う、赤いやつを爆発させると、いくらがもらえるのかな。なんで赤いやつとか、基本的に風船、こういう風船をね、爆発させていくのがいいのかもしんないよね。よーし、いいぞ。で、これいくらもらえるんで、この辺とか、生田リラさんもらえるんで、この辺を、ジャンプします。あっこになんかある、あっこになんかあるな。絶対俺、あれ取りたいな。いや、ステージもなんかさ、第一ステージなのにさ、結構入り組んでるよね。そう、敵とかいないからあれだけど、敵とかいたらさ、普通に難しいっていうね。まあ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 、でもこの辺は大丈夫かな、俺も。前作やってたからね。あと、スプラトゥーンも。まあ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 、結構ね、動画界でやってね。何？中央の、ここをよく狙って。おー、すごい！あー、道ができるんだ。あ、これ押したら。面白いね、これ。面白いギミックだ。な、これ。あー、まあ、じゃない、これ。これでね、一発やられても、あれなんじゃない？これ。何これ、ウニみたいな格好になったね。一発やられても大丈夫みたいな感じなんだよね。R で小邪気に助けてもらう。何え、すごい、あやせだ、落ちてったよ。うん、思ってきた、最強じゃん。あやせさんやられちゃったかと思った。大丈夫。かわいいな。まあ、とりあえずさ、進んでいこうか。この辺塗って、そういうボムの代わりに綾瀬さんを投げるんだね。綾瀬さん投げるって嫌だな。綾瀬さん投げるって嫌なんだけど、俺。なんかさ、綾瀬さん投げるってなんか嫌なんだけど、それは。あー、待って。怖い怖い怖い、ね。その辺に投げて、この辺真ん中打つと、こっちに来るんだね。で、この上乗って、
さあ割っていきましょうかね。まあ、この辺はやっぱ簡単ですね。で、上登ると、あれだわ。多分ね、なんかいいやつが。綾瀬さんで、できるかな。いけ、綾瀬さん。いいね。破壊してもらって、綾瀬さんに。んで、超特急のイケアでも、瞬間移動みたいな勢いで帰ってくるという感じでね。はい、綾瀬さんでね。綾瀬さんはボム代わりなんだね、おそらく。さあ、この辺とか。あ、下でも起こるんだ、これ。あ、動けない。何？あ、敵だ！あれに見えるのは、タコトルーパーじゃ。敵だね、あれ、完全に。なんか怖いな。めっちゃ痙攣してない？何？芝刈り系でも使ってんの？ZR でリンクを狙って、とっちめてやる。OK です。やってやりましょうか。さあ、あいつを倒しましょう。この辺とか、いらなくていいかな。どんな感じ？あ、なんか違う！攻撃パティンが違え！こういう攻撃パティンが違えぞ。すごい。攻撃パターンがなんか違う。よーしって。まあ、あれぐらい余裕ですよ。あれぐらいはね。で、この辺とか、なんかね、下に降りたりして、なんかね、隠しルートみたいなのがあったりするんだよね。ここはないのかな、特に第一ステージだから。まあ、ひとまずゴールしましょうか。この辺。で、この下塗っといたら、よし、来た！いいね。後ろとか一応行ってみるけど、あー、かわいい！かわいい、かわいい？ごめん、かわいくないかもしんない。適当に可愛い可愛い JK みたいに言わない方がいいかもしれない。まあ、とりあえず行きましょうか。はい。取れました。おお、いいじゃん。うん、怖いな。綾瀬さん怖くない？こんな下出しちゃって。怖くない？綾瀬さんちょっと怖く見えてきちゃったんだけど、最終的にラスボスは横にいる綾瀬さんだったみたいな。そんなのないよね。まさかの。まさかの助っ人が一番ね、ラスボスだったみたいな。そういう流れたまにあったりするからさ。ナイスじゃったぞ、サンゴ。わしの若い頃を思い出すわ。若い頃、なんかおじいちゃんとかってさ、あれだよね、若い頃をさ、めっちゃ言いたがる習性ない？なんかよくあるよね、そういうの。若い頃はこういう、ね、こういう時代だったんじゃよ、みたいな。はいはいって俺は聞くんだけど、まあ、とりあえず。何の話？何の話なん、マジ。オーデンチナマズの話をね、おじいさんしてるの、俺はなんか、ね、もういいや、もういいや。もうその話はや。電池ナマズが囚われておったが、こいつもエネルギー源の一種じゃ。大電池ナマズもこの先にいる可能性が高いぞい。おー、行きましょうか。これでクリアになるか。オッケー。で、隠しルートとかのさ、あれはないのかな？行けましたみたいな。特にそういうのはなさそうなのかな。で、こっち、あれ？ケバインクのせいで進めない。コアがある限りケバケバ続けして続けるんだろう。これどうしたらいい？相棒の小鮭が何やら言いたいようじゃな。そうじゃ、小鮭はいくらでパワーアップすると聞いたことある。おお、マジ？あー、なるほど。R をカチッと押し込んで、小鮭を投げろ。あ、なるほど。あー、すごい。綾瀬さん有能すぎん、マジで。小さな体でパワフルじゃな。もう体以上の何かを吸い取ったけどね、今。これで先に進める場合、もうカービィみたいな感じだったもんね、カービィ。もう実質カービィじゃないこれ。ケバインクを吸い込めるんだね。だから、いくら、普通のいくら集めるのもめちゃめちゃ重要みたいな感じなんだね。おそらく。ってことはさ、これ、綾瀬さん使ったら、押し込みで、綾瀬さん使うと、おお、ちょっと待って待って待って、もったいないことしたね、今。なんか、結構もったいないことしちゃったんじゃない今。ちょっともったいないことしちゃったよね。まあ、とりあえずさ、2のステージもいけるし、奥にもちょっといけんのかな、ケバインクで。あ、これ300いるんだね。300。なるほどね。とりあえず次に進むためには、イクラが何個かいるみたいなんで、ちょっと待ってね、これ、やり方が。押し込みで、これ100でいけるね。やる？でもここは破壊したところで特にステージいけるわけでもなさそうなんだよな。カモン、カモンじゃない、カモンじゃない。一旦投げて、次進みましょうか、一旦ね。さあ、ここ。破壊しないといけないね。よし、続いて、疑惑、インクの沼の中央に怪しい光を見た、行きましょうか。よし、来た。夜間の中入って、なんか、新しい敵とか出てきそうだよね。今んところめちゃめちゃ簡単だよ。なんか今んところ本当にいけんじゃないのこれ。
もうこういうこと言ってたらね、すぐにやられちゃうから。なんなら俺ステージ始まる前にやられちゃってたからね、ケバインクに。なんかもうケバインクにやられちゃってたからさ、ケバイギャルにね。はい、あとでなんか塗られてるね勝手に。え、これそのままいけない？上に潜るとイカになれる。あー、これはわかりますよ、なんとなく。なんかインクもなんか、え、なこれ、なんかすごいインクだなこれ。なんかいろんな色混じってない？このインクすごいね、いろいろ色があるんだな。 B でジャンプで、あーなるほどね、 B でジャンプはなんとなくわかります。これでうまい棒の輪っかみたいなやつを、まあこういう感じでやっていきつつ、まあいくらもね集めないといけないんで、この辺もね、ちょっと OKOK、 こっち行ける？あ、いけないね。ってことはもう進んでいきましょうか、そのまま。この辺でインクやって、なにこれ、これトレーニングマシーンだよね、トレーニングマシーン。トレーニングマシーンあるんだけど、これ家に欲しいよな。あ、別にいらないわ、ちょっと待って、いらなかった、みんな特にいらなかった俺。とりあえずこの辺に行きます、トンってやって、おー楽しい。でこの辺とかトントン。やる意味な。とりあえずこっち行って、これ下なんかあるんでしょ多分ね、下なんかあるよこれ。行くよ、下なんかあるから、この辺とか。あ、ごめん嘘ついたわ、ごめん嘘ついた。ごめん嘘だった、みんな。なんかもう俺なんか嘘つくこと多いよね、別に悪気はないんだけど、嘘つくことめちゃめちゃ多いんだよな。とりあえず、まあ、嘘つくのってのは動画ってことね、動画でってことね。この辺で塗っていきまして、いくらとかもあんまないよね。これさ、インク塗ってたらさ、下からポーンってなんか出てくるとかあるのかな、そういうギミックだったらさ、いろいろこうやって塗る価値。うお、なに、めっちゃ来んじゃん、綾瀬さん行って、綾瀬さん。何もしない、何もしない。綾瀬さん頑張って、あ、待って、綾瀬さんインクが足らない、綾瀬さん、綾瀬さん、綾瀬さん頑張って。やってくれてたのかな、でも一発で倒せてたってことはさ、綾瀬さん役に立ったかもしんないね。よーし、行きましょうか。これな、下とか降りたいんだよな。あ、チェックポイントね、下とか降りるのありだよね。なんかある？あ、なんかこの辺とかある、あるかな、ない。なんかさ、あの隠しルートみたいなのさあったりするからさ、そういうところをさしっかり見ておきたいんだよね。だこの辺とか異様にさあれじゃん、あ、濡れる。待って。これなんかいけんじゃない？これなんかいけんじゃないかな？いける？ちょっとこの辺とか塗ってさ、ちょっと行きたいな。一旦ちょっと潜りまして。いけるかな？はい、この辺で。どんな登り方？どんな登り方？あれ？ちょっと待って。これ、どんな登り方してんの俺。どんな登り方してんのマジで。え？これさ、ちょっと待ってよ。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待ってよ。みんな、ちょっと待って。もう着いたんだけど。もうね、ちょっと待って。変な登り方したから、なんか、システムの穴もついたんだけど、俺。システムの穴ついたったんだけど、マジで。こんな人いる？マジで。やばいことしちゃったな。なんか穴見つけちゃったんだけど普通に。まあとりあえず俺は戻ります。ごめんなさい、戻りたいと思います。正規ルート俺行きたいんで、はい。この辺で、あー待って、いくらもね集めないといけないんでね、いくら集めないとね次のステージも進めないんで、あれなんで結局ね、先にクリアしても、あ、でもいけるようになってるよな、こういう感じで。ってことはさ、別にそのオーデンチナマズじゃないや、電池ナマズは普通に取れるんだけど、なんだあれ自体はいくら自体を集めないといけないから、ゴールしてもあんま意味ないですよっていう感じなのかもしんないね。なんか新しいな、それはそれで。倒せないかなあれ。オッケーオッケー、いくらくれるんでね、ちょっと倒していきつつ行きたいんだよね。でこれ、あ、普通に登れるし、あ、そういうことか、全然なんかおかしいことじゃなかったのかな。よし、行こうか。とりあえず、こんな感じでいいかな。よーし、来た。めっちゃ簡単。めちゃめちゃ簡単。あと1試合くらいしようかな。どうしようか。でもあんまね、長引かせすぎたらみんなね、なんか、飽きちゃうから。まあ、これぐらいでもいいんだけどさ、2000ぐらいでも。別に、問題ないんだけど。3号、グッドじゃった。しかし、タコの奴ら、見た目が変わっておったの。
前はこうもっとこうつるっとしておったはずじゃが、確かにちょっと違うよね。あ、ケバい、ケバいからちょっとケバくなってんのかな、ギャルみたいな感じで。ケバいギャルみたいになってるもんね。イメチェンというやつじゃろうか。そうだよ、ギャルはイメチェンするからすぐに。まあどんなタコが相手でも、最新式のスーツがあれば問題なかろう。むー、何近くの敵などをマーキングする、高性能センサーをはじめハイテクな機能がてんこ盛り。装備の性能を正しく理解、戦場の鉄則。 OK、 おいいんじゃない。あと1戦ぐらい言おうかな。あーでも21分来ちゃってんだよな、収録時間終わる。 あんまね20分切りたくないんだよね。あの20分以上行きたくないんだよね。次のステージだけ見ようか一旦ね。次のステージの概要だけちょっと確認して、ちょっと待って、あ、いやせん、一旦下投げて、あの次のねどんなステージかっていうのを見たい。あー、そっち破壊しないといけないんだね。そっち破壊しないといけないんだね。はっ、頑張ってアイさん、いいね。でこのまま進んでいきます。で次のステージね、夜間ある、あれ夜間なくない。クレーター、足を滑らせてクレーターの底へ落ち込んでしまった。なんか言ってるね。飛び降り先の安全確保確認されたし、何言ってんの。確認されたしって何これ。はい、これで続いていきましょう。お、あった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 。よし、これで破壊して次のステージだけ見ようか、一旦。怪奇、閉ざされたドアに、丸丸丸丸丸を発見。ま、丸じゃない。三角三角三角でもない。なんで三角、ま、あ、まあ、とりあえず、次回これやろうかなと思います。お疲れ様でした。